リバプールの港湾地区、アルバート・ドックの博物館が入居している旧倉庫建物博物館の第二期施設が入居する予定の建物国際奴隷制博物館はイギリスリバプールにある博物館で国立リバプール博物館の一部。この博物館の展示物は歴史上及び現代の奴隷制において奴隷化された人々の語られざる物語を扱っている。 大西洋奴隷貿易以前の西アフリカにおける生活と文化や奴隷制の歴史を扱ったセクション、そして奴隷制の遺産と今日の人権に関する問題を扱った特別展示が設けられている。博物館は2007年8月23日に開館した。この日はサントドミンゴにおける奴隷放棄の始まりを記念する奴隷貿易とその廃止を記念する 国際デーである。2007年という年は、イギリスにおける奴隷貿易を廃止した1807年、奴隷貿易法から200年目として、特別に重要であった。マージーサイド海洋博物館は、大西洋奴隷貿易に関する展示室として使われていた。国際奴隷制博物館の第一期では、その展示物を同じ建物の3階に移し、新たな展示物を追加した。 これにより、奴隷制を主題とする展示スペースは倍増した。新しい展示物は、近年の歴史研究とは、不調和であったが、大西洋奴隷制と、その現代への関係についてより広い問題を、カバーするものだった。自由とアイデンティティ、社会正義と人権、アフリカとカリブ海の低開発、人種差別と不正義、イギリスと、その他の諸文化の変容といったトピックがカバーされている。 東展示室には約400件の注目すべき歌を展示している。これらの歌は奴隷の経験や西アフリカの音楽、奴隷の子孫のアフリカ系ディアスポラに関わるものである。リバプール国立博物館によれば、この新しい博物館は奴隷体験期と貿易に関わった人々によって、個々人の体験に焦点を当てている。博物館には、 木工と生察のための精質な空間として奴隷化された過去の人々のための霊廟もある。第2期の計画では新しい来訪者に焦点を当てたリソースセンターの開発でこのセンターではパフォーマンスや公開講座や討論といったイベントプログラムが開かれる。センターには来訪する研究者が作業をするための 研究施設があり、リバプール国立博物館の収蔵品へのアクセスができる。大西洋奴隷貿易に関係する物品のデジタルアーカイブも利用できる。第2期計画を実現するため、リバプール国立博物館は海洋博物館に組み入れられていたかつてのドック、交通局を取得した。ドック交通局の建物はかつて独立系のグラナダテレビジョンが使用していた。 ダニエル・ブラウン、ソングズ・オブ・スレイブリー、インデックス・オン・センサーシップ、ボリューム36、ナンバー1、2007、p 1 3 8百4 0ありがとうございます。